こんにちは、津田圭介は静かに暮らしたいです。ゴールデンウィーク皆さんは何をして過ごされてましたか？私は9連勤でした。休みの日は最初の4月27日だけで、それ以外はまあ基本仕事してましたね。これはね、サービス業の宿命というか、まあ、しょうがないことなんですけども、連休明けの休日は10時に起きました。ゴールデンウィーク中は毎日5時に起床して6時に会社に行ってたんで、これでもね結構寝てた方で、毎日5時に起きてたんで5時間いつもより寝てるっていうこと。起床したらすぐにプロテインを飲む、これは筋トレをしている人にとっては常識ですね。忙しいと片付けもだるくなって、こんな感じで結構部屋が散らかっちゃってます。ちなみに昨日は自分へのご褒美にピザを食べたので、これはその空き箱ですね。とりあえず、まあ、朝起きてすぐ部屋の片付けをしていこうと思います。お掃除ロボに働いてもらってきれいにしていきます。洗濯物もかなり溜まってて、これ1回じゃ全部洗濯できないんで2回に分けて洗濯していきます。こんな感じで結構部屋もきれいになったんじゃないでしょうか。まあ、洗濯物も溜まってたんですけど、性欲も結構溜まってたんで、まだ朝なんですけど、まあしこりました。ちょっとだけお話だけでも聞いてもらっていいですか？今ですね、この近くで特殊車両でですね、学生さんの発表で今ちょっとこう流行ってるゲームをやってるんですね。まあ、バラエティのずっとやりたかったんですけど、なかなかできてなかったゲームをね、ちょっともうやってないゲームをこう売ろうと思ってですね、それを今日、行くことにしました。ソフトとしてはこんな感じ、マリオカートとか結構高く売れるんじゃないかなと思ってます。でこれをゲオに持っていきます。結果としては全部合わせて1万2000円でした。パワープロがまさかの100円買取で、まあ、新しいものが最近出たかららしいんですけど、にしても安すぎるやろっていう風に思ったんで、まあ、パワープロはね売らないことにしたんですよ。なのでソフト4本で12,000円、まあこんなもんじゃないでしょうか。せっかく博多駅の近くに来たので、昼ご飯は大好きなバーガーキングを食らいました。まあ、安定の美味しさで僕のグルメ細胞が活性化しました。でバーガーキングで腹ごしらえを終えた後はカフェに行きました。私普段は社内ニートをやらせてもらってるんですけど、さすがにこのままじゃやばいと思って、最近ファイナンシャルプランナーの資格取得に挑戦してまして、その勉強をね2時間ほどやりました。我ながら偉いなっていう感じですね。で疲れたので帰宅。コーヒー飲んだんですけど、めちゃめちゃ眠かったので、ちょっと、30分ぐらい昼寝しようかなと思ったら、結局1時間半ぐらい寝ちゃいましたね。で起きて Hulu で海外ドラマを見ています。最近配信が開始された4400っていうアメリカドラマなんですけど、これ割と面白いのでおすすめです。夜ご飯はさすがに質素に行こうかなって思ったんですけど、食欲が暴走してしまってて家系ラーメンを食べに行ってしまいました。昨日の夜がピザ、昼がハンバーガー、夜がラーメンって言って、筋トレユーザーとしては結構許されない食事なんですけど、なんかもうどうでもよくなっちゃいましたね。1億年ぶりに湯船に浸かろうと思います。一人暮らしだともうほぼシャワーで済ましてしまいますからね。でお湯を溜めてる間にしこります。じゃあそろそろ別室の方に移動していただきたいんですけれども、その前にですね、今日お決まりなんですけれども、旦那さんの頑張ってのチューもしくはビンタ、どちらでもいいんですけれどもちょっとビンタはしない。どうぞ。はい、お風呂が沸いたようなんで入っていきたいと思います。 YouTube 乳首 NG ってなんか聞いたんで、めっちゃこんな風にテープで隠してみましたけども、いやーでもゴールデンウィーク忙しかったっすね。まあ、普段社内ニートとして会社では過ごしてるんですけど、やっぱりゴールデンウィークってなるとやっぱ話変わってくるんですよね。まあみんなが忙しい時はいくら社内ニートでも忙しいってことっすよね。まあ社内ニートやってると、まあ結構仕事があるっていうことに関して喜び感じることがあるんですけど、さすがにね、なんか、忙しいと忙しいで逆に、まあ社内ニートでもいいかなっていうふうに思えてきちゃいますよね。
9連勤明けの休みだったんですけど、まあ2連休ではなく単日の休みなんで、また明日から普通に会社に行きます。なので10時っていうちょっと早い時間なんですけど、まあ6時起きなんでもう寝たいと思います。じゃあおやすみなさい。もう寝ます。うわー、こんなもんでいいかな。